若いって言っちゃった。社長も何があったの。これどうした、どうした。ね、本当に頑張ってますよね、普段より。今なんだろう、力が入らないけど。ここにもさ、アンチがいるよ。っていうぐらい猫さんはそんなこと普段言わないのに、もう今漏れそうで、自分でも何言ってるか分かってないそうです。そうだよ、もうトランス状態だよ。ポケモン出てきたからトランクスだね。はい。なんで誰一人として興味なかったとしても嫌だよね。それほど本気にならないと僕が本気だよ。もっとあっちからだ。こっちも出ちゃうけどそっちも出ちゃうよ。出ちゃうよ。東京とかな。はい、東京とかな。出た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 。やばいじゃん、もう東京の人ってバレちゃったじゃん。カットで全部カット。東京都の部分を消しといてくださいよ。ピヨ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 つって。あ、また東京都、はい、東京都はピー入れて区だけ残すわ。ダメだよ。大丈夫、ちょっと猫さん、もういけ、いけないね、多分今度から。ちょっと待って、左行きましょう、左、左、左人があるから。大丈夫、大丈夫。左、左、じゃあ、ほんと、ほんと、ほんと。わざとじゃないよ、これ。だって行けないもんね、あれね。物理的に考えて。じゃあ、わざと、ほんと、あるんすよ、絶対に。多分、江戸川でもないかな。出た。いや、知ってる？先俺と言っていいですか。靴下があったら俺先通り言っていいですか。俺も漏れそうになって我慢できないんですよ ね、 あとは 何があるかね。冗談です。なんとか無事間に合いました。今回私たちが訪れたのはこちらのお店、ハードオフ江南京葉船橋インター店。こちらは8月7日にグランドオープンした新しいお店。いや、これちょっと悩んでんだけど。何？どう思う？どう思う？あの前さ、ゲオでこの値段ぐらいだったじゃない？いや、900円だとかだったよ。だっけ？うん。俺ちょっと記憶からちょっと消してた。あの悔しすぎて。いや、でも安いっすよね。そうだよね。ここ最近にしちゃ。もういいかなと。いいですか、これで手を振って。あ、待ってください。ハードオフさんですよ。もういっぱいあるんで、もしかしたら、お値段が。ね、だ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 。あ、今でも1500円なかった。いや、なかったです。あ、これ気のせいだったね。だ、だ、だ、どうしても同じ値段なんで、好きなの選んでください。そうだね。え、でも、本当スイッチも安いって珍しいよね。うん。掘り出しもんだよ。ね、だからもしかしたらこの中にさ、これ安いってないですかね。スイッチのバ、あ、どうカードと、これあれだよね、DS のやつだよね。3DS にあるよね。ありますね。同じなの。え、これ、あ、ダウンロードの有効期限終わってるから安いですかね。ああ、なるほど。ちょっとわからないですけど。ここはあれだね、あのスイッチちょっとチェックかもね。スイッチ狙い目、うん、かもしれない。これね、なんかちょっと気になるんだけどね、あの娘がずっとさ YouTube 見ててさ、はい、見てたらやりたくなっちゃった。ああ、わかる。あるよね、だからその、はい、興味がないんだけど、なんか人の見てればなんか面白そうに見えるよね、うん、不思議ですよね。ね、まあ、人間は単純ってことですよ、それだけお買い上げで。ちょっとね、厳しい値段だね、まだ。この値段ないですよ、買った方がいいですよ。いや、まだいっぱいあるでしょ、ここに。ここにいっぱいあるよ。残念。あのね、これ。え、それ、どんな高いの？ 5,000 円。待ってください、あの、あれ、ナースのお仕事が違うの？え、わかんないな、それ。じゃあ、1,650円。せーの、ドン。お、これちょっと安いかな。なんか結構前した気がしたんだよね、この芝居道って。いや、もしかしたらあれじゃないですか、発掘しちゃったんじゃないですか。あれでもちょっとどうなんだろう、これ安い気がする。違った、あの勘違いしてた。
あれでしょ、マイクついてる方じゃないのかな。うん、そっちと勘違いした。よし、きたやばい、あの無知を探しちゃった。よし限定マリオバリオ、うん、これ以上ちょっと近づけないんだけど、なかなかね、この奥が気になるよね。非売品、非売品のルイージクラブ、ニンテンドーだと、うん、ニンテンドーワールド。これをね、カメラ近づきたいんだけど、近づいた瞬間に難しい。いけたいけた。いや、これいいな。あ、フィリピンだ。そう、なんかいろいろね、こう近づけてみたいんだけど、近づきすぎるとピリピリするから。マザー3のゲームボーイミクロ、いいよね、これはね。16万5千円、俺らの1ヶ月分だな。ピリピリする。あ、やばいな、それ。そう、あのポケモン現象だ。ピリピリ、危ない。お、未開封なんですね。どれ？あ、これね、未開封すごいね。うん、ほんとすごいよね、うん、なんで買ったのって思っちゃうぐらいの、だって未開封残ってると思うんですよね。このさ、ネオジオ、このアンジロノス、うん、これ多分あ、三重にあったやつじゃないかな。家にあったの？三重、三重で見た気がする。びっくりしちゃってるな。あの、いや、あのさ、はい、このゲームボーイ44,000円なんだけどね、限定モデル。やっぱゲームボーイの、ね、限定モデルって欲しくなるね。弱いね、限定に。弱いよ、買った方がいいと思いますよ、限定ですもんね。そう、でもさ、箱いらないんだよね。あ、じゃあ分かった、あれですよね、うん、中身のゲームボーイだけ抜いて、うん、箱をまたハードオフに売りに来ればいい。あ、そうだね、買ってくれね。500円です。そう、500円。分かるよ。でもこれ最近あれだね、ん、結構あのワンダースワンも高くなってきたイメージがする。なんか、うん、あのテレビにつけれるようになってから。おー、つけれるんですね。うん、さあ、そんな機械出たんでしたっけ。なんかその外付けで、なんか、まあ、あの正規じゃないけどね。おー、出たんだ。でも、うん、これワンダースワンで、これもワンダースワンだっけ、このカラーも。あれ、これクリスタル、これあれでもカラーじゃん。カラーですよ、クリスタルだから。でもね、うん、カラーの上がクリスタルだもんね。まあどう違うのかごめんなさい、僕も全然わかんないですけど。え、でも8,800円、今どうなの。管理品で18,000円とか20,000円ぐらい。え、そんなするの。え、そのこれ、管理品っていうのは全部箱付きってこと。そう。あ、で、普通の動作品で16,000円かな。あ、まあじゃあ妥当って感じかね。いや、安いよ。安いんだ。うん、あ、そんなモデルあったんだよね。何が違うのか分かんないけどね。普通のなんか PSP かなって。あ、違った。あ、なんかあるわ、後ろにあるの。本当に見にくい下の部分。あ、なんか見たことありますよね。はい、はい、うん、全然。これって知ってる？同じじゃないですか。え、これこれこれ。あ、それ？ち、なんか。なんですかそれ？わかんない。謎の歯。画面がキャンバス、直接描けるよ。どういうことこれ？え。選ぶ、呼び出す、呼び出すって何？ん？テレビがキャンパス、なんだろうなこれ。ね、マリオペイント的な？直接かけちゃう。ね、なんか今のテレビに書いたらちょっと危ないよ。あの割れちゃうよ。いや、お父さんのビデオタイトル作りのお手伝い。何の？何の？あの YouTube のお父さんの本だよ。お父さんの本と言ったらね、うん。
社長も何があったの、これどうしたどうした、お前どうしたこれ、すごいね、これちなみに2200円、なるほど、500円だったら欲しかったな、500円だったらね、どうしたお前、あの多分あのマリオカート負けたんだよ、あ、いや、ダイナントですよ、ダイナントあ、なるほどね、分かってらっしゃるんだね、ターミナル、ターミ、いや、分かってた、あー、ちょっと分かってらっしゃいました、分かってた、お店の勝ち。あ、珍しくなった。いや、なんかわけわかんなく改造されてるのあの。え？緑から金だもん。あ、でも昔こういうカスタムし やなかった。え、俺やってないな。え、やんなかった？本当はこれですからね。まあまあそうだけど。なんか。え、結構やったよ。え、やらなかった逆に。やらなかったです。え？シャーペンとかだったらやりましたけど。あれだよ、人生損してるよ。いや、損してないですよ。だってもう。なんて言うんだろう、もうそれは改造ですからね、いや、あの子供の遊びだから、いや、僕は違うと思う、僕は譲らないです、家に帰ってきました。今回はですね、残念ながら8月7日のグランドオープン当日には行けてないんですけども、だけどその後に行ってもなかなか楽しめるラインナップでした。こちらで買ったものですね、ここで紹介させてください。まずはこちら V ピック、こちらはジャンコーナーで見つけたプレイステーションのコントローラー、こちらはストールンソングのゲームで使われていて、そのゲームはギター演奏をモチーフにしたゲーム、本物のギターはうまく弾けませんが、これだったらなんかうまく弾けるような気がします。お値段は110円、ついてもジャンコーナーで見つけました。ワールドネバーランド、こちらのワールドネバーランド、縮めてワーネバーは、プレイステーションだけではなくドリームキャスト、Windows などいろんなところで発売されており、それほど人気のゲーム、内容は仕事をするもよし訓練するもよし、異性に片っ端に話しかけて最低人間を目指すのもよし、いっそ何もしないっていう、そういう選択肢もある RPG になっています。なかなか自由度が高いですね。続いては DS のソフト、おはさ645ムッシーズの不思議な農園、こちらはカルチャーブレインから発売された育成シミュレーションゲーム、自分のアバターを作成してムッシーズと農園生活を送っていくゲームになっていて、たまにパトロール中に害虫が発生するとバトルに発展、牧場物語にはないシチュエーションなのでとても楽しみです。お値段は110円、漫画めっちゃ好きです。銀玉銀時 VS 土方、バンプレストから発売されたアドベンチャーゲーム、7つ揃えば願いが叶うという幻の竜玉を巡るゲームなんですけども、なんかこれどっかで聞いたようなストーリーですね。だけどちょっと思い出せないんですけども、内容やむちゃしなければいいですね。お値段は110円。最後に見ていただきありがとうございます。今回はハードオフ江南京葉船橋インター店に遊びに来たわけなんですけども、グランドオープン次の日でもかなり面白かったです。これからもこんな面白いお店をですね、どんどんと探していきたいとそう思っているんですけども、皆様にお願いがあります。このチャンネルはいろんな面白いものや全国のハードオフを巡って紹介していますが、皆さんの中にもこんなとこに行ってほしいとか、あんなものを見てみたいとか、そんな熱いコメントがあったらぜひともコメント欄に書いてほしいです。あと1万人目指して頑張ってますので、よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。最近巡りが多くて動画の頻度が遅くてすみません。だけどかなり面白いものが撮れたので、よかったらですね、次回も見てください。お相手は猫でした。ぽいっ。